おはようございます。キュートハウスです。2022年11月16日水曜日ですね、はい。もうコブちゃんは朝ごはん食べたらもう鳥部屋に飛んでってしまいましたので、このおちびさんお二人だけです。もうすぐね、明日、ベリーは1ヶ月で、ちょっと後にね、この子が1ヶ月になります。楽しいね楽しいんです。2人でいるから楽しいんですね。もういつもお互いを時々チラチラ確認しながら生活しております。ペレットもね、アワホも食べれるようになっております。あと10日ぐらいしたらもう飛べるようになるなんてね、早いですね。お、転ばなくなったね。はい、いつも電気アンカーをね置いてるんですけど、これはね、あったかくってね、冬場はとっても私はいいと思ってます。金額もね、1100円ぐらいで買えるのかな、ホームセンターで買えます、電気アンカーで。何がいいってね、電気代が安いんですよ。1ヶ月今日でね、強いでね使ってても、24時間使ってても1ヶ月で100円ぐらいなんですよ。これね、寄り添ってるとあったかいしね、私はもうとってもおすすめ。ここにつくとね、あれ？あったかいって言ってよくくっついて、ひなちゃんたち寝ております。落ちたよ。ちょっと今電気アンカー置いちゃったから分かんないところにあれだね、ご飯行っちゃったね。君はまだちびちゃんだから、よいしょ。はい、それではね、ベリーちゃんのお腹のあたりちょっと見ましょうかね。ベリーちゃん、ベリーさん、ちょっと来てくださいあ、見えたかな。ベリーちゃん、ちょっと見せてください。こんなんです。すごい綺麗なね、青がね、ベリーね、すごい綺麗な青があるもんね。お腹隠しとるんですよお迎えが来週の、ちょうど1週間後かな。なのでこの綺麗なブルーがだいぶ生え揃う時見れますのでね、よかったです。素晴らしい青です。ヘベリタン。そして、ドム君とコマルちゃんの子は綺麗なグリーンがね、黄緑かなっぽいのがね出てきましたよ。ちょっと見せてください。ごめんね。ほら。あ、こんな色がね、自然界にあるんですからね、すごいですね。男の子かな、女の子かな。なんかね、今だけ一緒に入れるのでね、ちょっとかわいそうなんですけど。お互いがね、お互いを好きなので。そんなの、そんなの、そんなお背中に刺しちゃダメよ。まだね、このちっちゃい子ちゃんは行き場所がね決まってないので、お名前がないです。男の子だったら宮城に行きますが。あ、うんちそこで、ベリータ、うんちそこでしないでね早かったね、ベリータね。もう筋肉もすごい、一日一日すごいついてきますね。すごい仲良しなんだよね。
大好きだよね。こぶしはというと窓にの近くにいて外を見てね、あくびしておりました。めくらないでよ。めくってそこに噴すんだから、その紙の上でやってちょうだい。どう、ベリー、そこあったかいでしょ。ベリーちゃんすごいね。もう飛んでっちゃうかもしれない。すごい元気ね。大丈夫かい、登れる？ベリーちゃんが、ああよかったよかった。ベリーちゃんが言ったもんね、そこ、あそこの空間があるからダメだな、そこに入っちゃったら。あったかいね。反対にしないかんかったけどな。あったか、もうちょっとずらすか、こっちに。これね、場所的にちょっと反対にできないのでね。よいしょ、あったかいでしょう。いつもね、こっちの反対側にね、置いてあったのでね、あんまり見てないんですわ。ちょっとこのコード噛まれないようになんかしなきゃいけないですね。噛んでるよ。噛んでる噛んでる。いいとこ見っけたね。あったかいし、上にはヒーターがあるし。まあ私と言えば、今日何時に寝た？ 6 時ぐらいに寝ました。さっき起きました。1時間ちょっと寝れたかな。これこれこれ、ベリーたん、なんだこれは。大好きだね、あなたたち、こういうこのなんちゅうかな、この狭い空間がね、大好きですね。これこれ、はい、ということで今日も一日頑張りましょう。なんかヒナがいっぱい生まれるから、ちょっとまたホウミラを大量に入荷しとかないと、入荷っていうか購入しとかないとね、心配になってきてますのでね、近いうちに買いに行きたいと思います。はい、ではね、はい、バイバイって、バイバイ。はい、ではさようなら。最後までね、見ていただいてありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではねー。